アメリカがますます閉鎖的になってきました。Hey, what's up? リョータです。日本の皆さん、こんにちは。アメリカ、ロックダウンからはオープンし始めたんですが、海外に対する閉鎖的な態度を強めてきました。トランプ大統領は22日、外国人労働者の入国を禁止すると発表しました。多くのビザのカテゴリーに制限を加えて、このパンデミックにおける国内のアメリカ人労働者の雇用を守ろうとするのが目的です。トランプ大統領らしい政策です。この禁止令はすでに発布されている制限に加え、多くの企業が利用するビザ、特にテクノロジー企業、食材サービス、林業などの業種にさらに制限を加えます。生活に必要最低限のものとして農業労働者、ヘルスケアの労働者などは例外としています。この大統領令は82万5000人の外国人労働者の入国を妨げることというか防ぐことになる試算です。この法令は今からアメリカに労働を目的に入国しようとする人に当てはまり、すでにアメリカの地で働いている人には適用されません。この発令の中で、アメリカ人労働者は外国人労働者と全てのセクターにおいて競争しなければならなく、それは何百万という数の短期外国人労働者も含むとしています。通常はこの短期外国人労働者は国の経済に好景気をもたらすが、このコロナウイルスの経済縮小の非常事態には特定の非移民ビザプログラムはアメリカ人労働者に被害を与えるとしています。またこれに対する批判は、トランプ政権がこのパンデミックを理由に自身が長く主張してきた国境封鎖と移民見直しということを実行しているということです。これを成果として選挙戦に挑もうとしているのです。最近でもメキシコとの国境地域で大掛かりな取り締まりとコロナウイルスの理由に中国とヨーロッパからの入国の禁止を実行したばかりです。これに対してアメリカの商工会議所は、この行動はこのパンデミックの元の経済に痛手を負わせるとしています。有能なエンジニアやエグゼクティブ、IT 専門家、医者、看護師などを歓迎しないという看板を掲げては、国のためにはならないというものです。さらに、投資マネーがアメリカから離れていってしまうだろうともしています。この月曜日に発布された制限は、H1B、高技能職、H4、その配偶者、そして L ビザ、国際社員を国内への移動に使う、そのビザカテゴリーが対象となります。H2 という3年以内の短期労働ビザプログラムを停止になります。例外は食品サービス関連の労働者です。文化交流ビザ、J 各種、オペアも含めてその対象となります。各国アメリカ領事館ではビザの発行処理数がすでに2月から通常の 90% 以上も下がっており、先月は旅行ビザとか短期滞在ビザを含めて4万件、1月の67万件と比べて激減しています。それから政府職員によると、亡命者に対してもこの発令は適用されるということです。4月21日に発布された家族や労働ビザプログラムの60日間停止は実質的に今年の終わりまで、12月31日まで延長されました。ホワイトハウスが称する一時停止処置、ホワイトハウスは一時停止と言ってるんですね。ダイアスがすでにアメリカに住み働いている人と、すでに市民権を申請している永住者には適用されないということです。メイジャービジネスというのは、主な主要な企業、例えばテックジャイアントのアップルとかフェイスブック、グーグルからはすでに強烈な批判が出ています。というのは、多くのテック企業は長年トランプ大統領に移民プログラムを残すようにと働きかけてきました。月曜日の発令は H1B を頼りに海外のエンジニアと H4 でその家族をアメリカに連れてくるというテック企業に大直撃しました。 Google のスポークスマンによると、アメリカのさらなる成長は世界中の有能なタレントに企業がアクセスできるかできないかにかかっているとしています。この発令の内容によれば、制限は60日ごとに見直され、調整されるとのことです。この外国人労働者の件について、全国民はどう思っているかということについて、ワシントンポストとメリーランド大学の調査によると、65% のアメリカ市民がこの移民規制に賛成で、反対派は 34% にとどまっているそうです。共和党支持者、
と無党派の多くは賛成で、民主党支持者は賛成と反対が半々になっているということです。正直これには僕も驚きです。Center for Immigration Study 移民管理研究センターとでも言いましょうか。クリコリーアン氏は、長年トランプ政権に対してこの制限を進めており、今回の発令について企業利益優先社会からの勝利だと興奮しているようです。共和党内の Restrictionist つまり制限肯定派は、長年出稼ぎ労働者プログラムはアメリカ人労働者の失業や賃金低下を招いているということで、共和党内の経済活動重視派と議論しており、ホワイトハウス内の移民法タカ派の勝利だと言っています。またパンデミックが安い労働者を求めるロビーストっていうのはですね、議員に働きかけている人たちのプレッシャーを押しのけるのに必要になったのだろうというクリコーリアン氏のコメントで記事は締めくくられています。時代は本当に急展開しているのではないでしょうか。っていうのは、このパンデミックはいろんな形でグローバリゼーションを方向転換させています。非グローバル化の時代の到来を嘆くのか、それともその到来に準備をするのか、私たち一人一人の選択に委ねられているのではないでしょうか。